境内入口拝殿からの紅葉長望丹山。神社は奈良県桜井市東の峰にある神社。旧社格は別格官兵社で、現在は神社本庁の別表神社。神仏分離以前は東の峰明楽寺と称する寺院であった。現在は桜と紅葉の名所として知られる。藤原鎌足像鎌倉時代に成立した寺殿によると、藤原氏の祖である。 中富の鎌渡りの死後の天武天皇7年、長男で、宋の上絵が唐からの帰国後に、父の墓を摂津国安位から大和国の統治に移し、その墓の上に十三十頭を増留したのが発祥であるとする。天武天皇9年に行動が創建され、十三十頭を神病として病落寺と合した。大宝元年、十三十頭の東に鎌足りの 木造を安置する指導が混流され、精霊院とこうした。丹山の名の由来は、中富の鎌足りと中の大江の王子が、大化元年5月に、大化の改新の談合を、この塔の峰にて行い、後に、刀山、断書が森と呼んだことによるとされる。後に本尊として行動に、阿弥陀三尊像が安置された。正体元年に、 初めて当社の裏山の五破裂山が明導する。以後、五破裂山は国に大きな災いが起こる際にその前兆として明導するようになり、慶長十二年までに計三十五回も明導したという。延長四年、国内最古となる僧者を創建し、丹山権現の直後が可視される。これにより、明楽寺、精霊院、僧者が神仏集合して一体化していった。 天略十年、比叡山延暦寺の末寺となり、天禄元年には、摂政、藤原惚れ政が三枚堂を建立している。平安時代には、藤原高光が出家後に入山、造画商人を招聘するなど、藤原氏の繁栄と共に発展を遂げたが、当社、明楽寺は、天台宗の寺院であり、藤原氏の氏寺である宝生宗の幸福寺、及び、藤原氏の氏神である。 春日大社との仲は良くなかった。英法元年3月、幸福寺に焼き打ちされる。天人元年9月には、浄土院、食堂、教造、僧者、大音室、多宝堂、環状堂、五大堂、浄土堂に加え、近くの六路の村々がことごとく幸福寺の総兵に焼かれた。上安3年6月には十三重頭を含む、境内全域が、 幸福寺の焼き打ちで消失してしまった。しかし、十三十頭は文治元年に再興されている。平安時代末期には、明楽寺は、昇蓮院の末寺となり、また、明楽寺の南方に、冬の城が築かれた。このように、幸福寺とは主に領地をめぐっての争いの上に、抗争となり、最後は焼き打ちをされるという事件が多数起きている。 上元2年2月には、近郊山寺の首都による焼き打ちを受けた。安定元年8月、そして安定2年4月にも、幸福寺の焼き打ちを受けている。また、大和国の国州も、都市市、落知市は、明楽寺川につき、奈良原市、伏瀬市、北宮市らは、幸福寺川について合戦を繰り返していた。鎌倉時代には、 総当州本山英平寺第二世公営城山と奈おが明楽寺に参岳している。官能2年11月、失火により全焼する。永響7年、南朝の維新に占領されて半室町幕府の拠点に、されてしまう。これにより、永響9年から始まった落ち橋尾領師の幕府軍への抵抗戦、山と永響の乱に巻き込まれてしまい、翌永響10年8月。 幕府軍に焼かれて、全山焼失した。しかし、大食官尊像は事前に立花寺に、避難させていたので焼失は、免れ、柿津元年9月に帰座している。応仁3年2月、寺内での紛争により焼失する。永正3年9月、赤沢友常とそれに抵抗する戸市市、落ち市、橋押等の山和国人一揆の合戦に巻き込まれ、赤沢軍に焼き討ちされる。 永禄二年からの松永久秀に対する東地の市の戦い等の東の峰合戦と称する三つの抵抗戦が東の峰、冬の上一地帯で起きるなど、ここを舞台とする戦乱は耐えることがなかった。天正十三年、豊臣秀吉により、氷山城下に寺を移すように厳命され、翌天正十四年に、明楽寺は氷山に寺元を移し、新東の峰、新峰、 新いべと呼ばれるようになった。しかし、一方で大食官尊像はそのまま遠の峰に残り、こちらは、本峰、本寺、古寺と呼ばれるようになって、明楽寺は分裂してしまった。だが、豊臣秀長の体調が悪くなっていったために、その回復期間のこともあって、天正16年4月、大食官尊像も郡山に先座させられた。しかし、秀長の体調の悪化により、逆に、 天正十八年十二月、氷山にあった、明楽寺は、悲惨を許されて、前山東の峰に帰っていった。なお、翌天正十九年一月に秀長は亡くなった。江戸時代に入ると、徳川家康の命により、江戸幕府から三千国余りの主飲領が認められた。元那五年に本殿を増退する。漢文八年に本殿を増退し、前の本殿は移築され東殿とされた。 教法19年に本殿を増退し、前の本殿は移築され、僧者とされた。完成8年に本殿を増退し、前の本殿は移築され、くだら寺本堂となった。嘉永3年に本殿を増退し、前の本殿は移築され、東大寺東南院寺仏堂となった。1869年、廃仏希釈が行われて、妙楽寺は廃され、数多くの寺院も廃絶した。同時に、 神仏分離令により、ートが減続して、丹山神社と解消される。ただ、神社とはなったが、十三十道をはじめ建物は、明楽寺の寺院建築をそのまま使用しており、神仏集合の雰囲気を現在もよく残している。1874年には、近代社格制度の元別格関係者に列せられた。本尊であった。 阿弥陀三尊像は1883年に安倍門樹院に移されて、なぜか釈迦三尊像となったが、丹山神社には今も残る唯一の仏像として、如意林、観音像が所蔵されている。拝殿や十三重塔は戦前に何度か日本銀行圏の図案に採用されたことがある。1948年に神社本庁の別表神社に可列されている。 本殿十三重塔拙者東戸の造体本殿、抹社創者本殿造体本殿拙者、抹社建造物美術工芸品転居、2000年までに指定の国宝、重要文化財の名称は、国宝、重要文化財大前別館による。ありがとうございます。